じゃな、あれなんかおかしいな。でで、じゃん、よし、こんばんは。チャッピーさん、ピンク亀尾さん、ひとりごとさん、じゅんなさん、やっほー、マッキーさん、ゆみやんさん、みょんこ先生、ソリオさん、あきさとさん、こんにちは。イエーイ、今日もお疲れ様です。イエーイ。安定、なんかこのこのいつも通りこのアリサの文字を入れようとしたら、あれ、どういうポジションでしたっけ。あ、別にここでも見えるんか、帰るんか。なんかタブレットがこんな斜めになってます。嘘ですよ、こんな斜めにしとったっけな。アングルを忘れました。カメラのアングルを忘れました。事件です。こんな斜めだったっけ。まあいっか。まあいっか。イエーイ、ヤッピーこんばんは。こんな斜めでしたっけ。そしてこのスポットライトももうちょい下にしちゃおう。よし、ヤッホー、再販で追加した、ありがとうございます。アイコンの、あ、ショールームのアイコンね、チョコになってた。びっくりした、ショールームのアプリが消えたんかと思ったらチョコになってました。ヤッホー、こんばんは。夕方も出席しました、ありがとうございます。こんばんは。福岡のゼルさんもかわいい、ありがとうございます。ニョイヨロも始まった、お、マリナ始まりました。わー、事件です、それな、事件です、事件。この飾り誰か上にあげたかな。入らないもん、アリサが。嘘でしょ、しばらく見ないうち超絶怖い方だ。嘘、太陽さんありがとうございます。おー、マイエンジェル。ピザさんこんばんは。チロル、そうそうそう、チロルチョコみたいな、なんか茶色くなっとってからさ、ショールームの通知が来るじゃん、始まりましたみたいな、あれが黒だったのがなんか茶色になっとって、なんかオシャンティーやな。茶色の良くない、茶色の方がなんか可愛くない。ベスト1日目、お疲れ様です。イエー、お疲れ様。おつーぽよー、おつーぽよー、やっほー。なんかね、だって映ってないよね、アリサが。アリサ、ここが映るギリギリなんですけど、こう、もうこんなんなったら、もうタブレットこう。こんな傾いちゃったっけな。まあいっか、別に映さんでも、アリサは映さんでいいさ。よし、お疲れー、こんばんは。シュトーセイのトドーディ、こんばんは。バレンタイン、作るのめんどくさくない。作るのめんどくさい派ですな。20歳になりました。おお、おめでとうございます。チームエイトの推しのチーム、茨城新興さん、ありおめでとうございます。イエーイ、ハッピポヨー、ハッピポヨー。お、ソラティさん、ヤッホー。びっくら声で変わりすぎて、チョコレートになってました。壁が迫ってきたな。怖っ。急にこのアリサの文字が映らんくなるっていう事件です。これは事件。こんばんは、担々麺こんばんは、50カウントありがとうございます。イエーイ、こんばんは、初見です、ありがとうございます。リアさんありがとうございます。ダラン SD ホテル広島県出身、14歳、アリちゃんこと峰吉アリサです。よろしくお願いします。よかったら右上のハートしてルームフォローお願いします。リアさんありがとう。イエーイ、こんばんは。中野さん、中野さん、マジェラルラルさん、こんばんは。タカリーヌ
仕事終わりな、おつおつぽみです毎日見に来てるよ、それな、担々麺ありがとうございます、感謝ですありがとうございます。こんちゃんこんばんは。おタクルさんハートありがとうございます。タクルタックルお、あそこデラックスやっほー、アリサですはこっちのセリフやひろのりさんやっほー、オートロ T シャツの人のひろのりさんお、タイガー音符ありがとうございます。タイガー、あのタイガーよね瀬戸内巡りのタイガー。力丸こんばんは。泉水明さんこんばんは。みょうよろみょうよろちょみょちょみょみょうろよろちょっと見ます。大谷まりなどこ、おつとろおつとろ。そう、先ほどアリサが預けに行ったみょうよろの携帯、どどーん、お、やってるやってる、あれあれ、イヤホン、いや、そう、さっき携帯を持ってったんですよ。マリナはいなかったけどね、今さっき携帯を持ってって、帰ってきたところです帰ってきたところ、台本やばそれな、バレたんかな。そういえばそうだった、そういえばイヤホンイヤホン、おっとっと、マリーナーってコメントしといたアリサの第一印象だ、アリサの第一印象を話してます今ナウでイエーイ、 AKB 劇場だよ。おお、今日、おひろひろさん楽しんでください、いいな、直接、うん、セーフセーフ、台本破けたのは多分バレてないバレてないっす。第一印象こんばんは、かわいいなっていう印象だって第一印象シンプルでした。誰かが台本破れたと言ってたよ。嘘、バラした、こんにゃろー、誰やー巻き髪が可愛いっていう、あこんばんはこんばんは。今そう、マリナがね、アリサの第一印象を言ってるので聞いてます褒めまくられとるな、こんなこと言われたことはないイエーイ、鬼アリサ、え、もう届いた、早くない、今日早くない、5歳、ジョイそう、可愛くない、鬼の、もうすぐ節分なのでね、スノーアプリのスタンプで鬼があったので、みんなもやってみてください。鬼アリサが破れたのかえ、バレてた、え、バレてた、まさか、聞きながらだったらコメントが入ってこわ今気づいた、もう聞きながらこっちのコメントを読むことはできんかったアリサには。マリナが褒めまくって、それな、初めてや。そう、昨日ね、アリサが明日をやってたんですけど、それでこの台本をね、こう開いたんですよ。そしたらビリって台本が破れまして、そう、悪気はないんですよ、そう、悪気はないんですけど、こう開いたら破けちゃいましてで、そう、あのテープでちゃんと留めているんです、いるはいるんですけど、台本破けとるのバレたかな。え、でもアリサが破ったとはどこにも書いてないけ、そこまではバレんと思う。あ、破けとるぐらいやない破けとるぐらいでいいやない。
なずかちゃんやっほー。破いたことも知らずいいところがそれ。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。こんばんは、今来た、ありがとう。はるかちゃん、ちょぴちょぴさん、やっほー。一コミだけして、おー、さとさん、ありがとう。メール届いてた、おー、どういう早くない今日のメール、早いのは気のせいかな。もかっぺさん、はじめまして、初見ありがとうございます。じゃじゃーん、じゃん、 ST48 広島県出身14歳のありちゃんこと南沙里沙です、よろしくお願いします。イエーイイエ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 イ、よよ、うーん、こんばんは、フードスタジアム行くぞ、おお、嘘、よろしくお願いします。え、あれよね、今週の土曜日でしたっけ、あれ、え、今週だったっけ、フードスタジアム、今週、今週の土曜会ね、もう、あ、木金土、あさ、し、明日明後日、しあさって、もう、やっべー、何について話すやら。トークショーとか超苦手なやつじゃないか、どうしましょう、取らないためにはどうしたらいいと思う、いや、こっちが教えてほしい感じ。アリサが教えてほしいわ、取らないためには、でもあれはね、やっぱあれだよね、白いご飯が一番太るから。そう、一番美味しいのにね、白いご飯が、それを夜は抜くみたいなことをねしたらね、いいって聞いたことあるけど、そんなことできるわけがない。そんなこと、だって夜が一番なんかご飯に合うおかずが出てくる、あれ、出てくる時じゃん。ご飯に一番合うね、おかずが出てくる時にね、白いご飯をね我慢するなんてことはできませんよ。できません。こんばんは、こんばんは、はじめまして、デカシ部長、デカシ部長さん、ありがとうございます、嬉しい。 ST48 ミネオシアリサです、よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします、ありがとう。 グラフィティ、あかりん推しなんで、うどー、そうなんですか、モカッペさん、嬉しい、あかりんさんめちゃめちゃ好きです。さっきね持ってきたんですけど、ダダーン、じゃん、ダダーン、この旗がお気に入りです。じゃじゃーん、あかりんさんグッズの旗がお気に入り、イエーイ、嬉しい。モカッペさん、あかりんさん推しのモカッペさん、よろしくお願いします、みねおしありさです。イエーイ、トゥ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 、まさかの3日後、もう朝、今週の土曜日だったんだ、あれ。これ可愛くない、すごく可愛い、これプレゼントでいただきました。ありがとう。3号タイヤば、3号ってどんぐらい、分からん、想像もつかん、背景かわいいね。おー、姉ちゃんだ、ありがとう。そう、この明日用にこの紙をね作って貼ってるんですけど、まだ剥がしてない、まだ使えるけいいかなと思って。そう、このかわいいでしょ、これね、紙皿です。紙皿です。トランプマークのハート、ダイヤ、スペード、クローバーの紙皿です。テレビ戦士の研究、やっほー、土曜日楽しみにしてる。トモコさん来てくれるんですか、ありがとう。なんかご飯が出るんかな。当たり前か。美味しいご飯が並ぶあれですかね、イベント、イエイエイエイ。牡蠣食べれない、バッキャロー、牡蠣が有名だぞ。明日雪降るかも、嘘、茨城県か、なるほど。ドコモのトークショーが今日は良かったかな。そりゃないと思う。そりゃないと思う。ドコモは、中島さん、
頑張りますの MC の中島さんがね、あれ追ってくれたんでね、そう、あの、よかったんですけどフードフェスティバル出ます。待って、事件事件、あれここの先っぽがどっか行った、え、あったあった、一瞬で一瞬でどこに消えたんかと思った、先っぽ危ねー、久しぶりに見た、じゃじゃーん、吉田あかりさん、アリちゃんに教え変したズーミーさん、こんばんは、え、そうなんですかそうなんですかとか言って、ズーミーさんどこだっただっただっかか、林ライスの上、やば、いいな、飯テロだなトランプ柄はやっ、え、今なんでトランプ柄が流行っとるんじゃろ、握手行ってみたい、デカシ部長待ってますじゃん、個別握手会ただいま再販中、ST48セカンドシングル風を待つ個別握手会ただいま再販中、詳しくは ST48 キャラにで検索、イエーイ、宣伝に使えるでしょアリちゃん推しのメロメロンさん、こんばんは、こんばんは、メロメロン、初見に見えて初見ではないです、こんばんは、メロメロン、ヤッホーヤッホー、今から送ります、あー、横やん、ありがとう、待ってます、イエイイエイイエイ、こんばんばん、こんばんばん、大事件メロメロン、あー、ズーミンさん見つけた、ピッツァ屋の、ピッツァ屋のメロメロン、あ、じゃあ間違えた、ズーミンさんズーミンさん、ズーミンさん、タタタン、壇上が、壇上がすごいの、壇上が、あ、ほんだ、アリンコアバターだらけだ、イエーイ、ありがとうございます、このアリンコアバターはついでなんですけど、まえちゃん、まえちゃんサンルームでいただけるので、ぜひこのピンクのアリンコが可愛いなと思って、これアリサが考えたキャラクターなんですけど、すごくない、これが可愛いなと思った方はまえちゃんルームでぜひゲット、あの、配布してくださっているのでゲットしてください。坂口渚さんから会えたり欲しいじゃん、まさかエイターの方ですか、ダダーン、エイターかたまりになって、へい、くっついていこう、へい、ぶつかり合ってみんなして踊れ、イエーイ、チームエイト、ありがとうございます、ズーミーさんよろしくお願いしますレオナ、ドナルド、トランプだそりゃちゃうやろ、握手会とか行ったことないですよ、ない、経験ゼロ経験ゼロなんです。ピッツァ屋のズーミーさん、こんばんは、昨日オムライス林ソースかけ、オムライスに林ソースかけるの、いいね、デミグラスソースみたいな感じよね、うわっ、アリサは焼きそばでしたそう、昨日はお昼ご飯にうどん食べたのに夜ご飯は焼きそばだったんです、めんめんみたいな、めん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 、こんばんは、3月10握手会よろしくです、あったかお風呂さんよろしくです、セカンドシングルよろしくです、ピザ屋とピッツァ屋がおるなるほど、なるほどね、何が違うんですか笑った、あかりさんと YouTube かわいいです、かわいい、あの背景がね、背景もかわいいですし、あの、そう、主役のあかりさんもかわいいですし、紹介するものもかわいいです、ピザさんの紹介でありがとう、込めてる、感謝、カン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 感謝ピザさん感謝、待ってくれメロメロンなんかの舞台ですかこれはなんかの劇中ですか、白玉さん小判ありがとうございます、そう、これアリサが考えたんですよ、ちょっと待ってくださいダダーン、ダダーン、かわいいでしょ、これがアリサが考えたアリンコちゃんをママが縫ったやつです
縫って実物にしたやつ。そう、ちょっと背景には貼ってないんですけど、今可愛いでしょ、こっちのピンクと、まあ水色バージョンもありますイエーイ。アバターは水色はないんですけどね、このピンクのアバターが今壇上の方がたくさん着替えてくださってるやつなので、まあよかったらゲットしてみてくださいじゃじゃーん。その中に綿を入れてね、作ってくれました、メモさんが。あざーすあざーすぶつかり合っていくねぜひ来てね。はい、あ、まえちゃん配信中、おお、ぜひ今ゲットできそうな方はぜひ行ってみてください。塩が好きです。おお、一緒だ、ズーミン、イエーイ、一緒だ一緒だ。北海道の方、そうですね、坂口じゃねえわ、坂口渚さんありがとう、増やすのかな、私の使命など、かっこいい、ありがとうございますイエーイ、ありがとうございます。さすが、昨日の夜ご飯もう一回さすがにあれはきつい。香港さんっていう人はありがとう、入れようとしてるよ、名前呼んでくれて、え、香港さん、香港さんありがとうございます。香港さん、イタリアから見てる、え、あ、そうなんですか、イタリア本格、え、イタリアの方、え今イタリアにいるんですか。パスタが美味しいイタリア、ピザも美味しいんかいなゴンさん、あかりんもかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。ゴンさんもあかりんさん推しですか、イエーイ、今来た、ありがとう。ソース焼きそばがソース派か、アリさんも昨日食べたのはソースなんですけど、まあ実際好きなのは塩です塩焼きそば派です。ぶっちゃけかわいいぞ、ぶっちゃけ、ありがとうございます、ぶっちゃけていただいて嬉しいです。あんかけ焼き、あ、わかる、そう、コンビニとかでありますよね、パリッパリの麺にあんがかかってる焼きそばなんですけど、え、どんな味か食べたことはないんですけど気になったことはあるハート、ヨシタルさん、クマありがとうございます。あ、ちょっと少々お待ちよ、ちょっと出すのに時間がかかるんで、よいしょお、ラルクさんもダルマありがとうございます、ダルマ。そして 3,2,1 ポーン、クマありがとう、クマ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 ありがとう。どう、アバターはあの前ちゃんルームっていうルームなんかなっていう感じでね、検索していただいて、で、見つけたらそこに入っていただいて、種なんかな、種かこっちの種か星をね1個でも投げたらもらえます。アリの顔が微妙だな、微妙は言うな、じゃーん、中顔です、中顔かわいいでしょ、この顔がポイントなんですよ。フォロワー数伸びてるんだよ、嬉しい、8888人が目標なのでよろしくお願いします。うまんまみやうまんまみや、ラルクさん、タコありがとう、タコ。ぬいぐるみとキーホルダーとか販売して、確かにいいねいいね。イカスミパスタ食べたことはない、イカスミはなんか戸惑うくない、あんな真っ黒だったら。メロン好きですよ、メロンめっちゃ好きですマスクメロン、ウォーターメロンも好きです、ウォーターメロン。アリちゃんが高校生になったらアリに勝てた、なんでやねん高校生、あと2年後まで、しばしお待ちしておきますあと2年後忘れずに来てください。ズーミーさん、ヨルピクです。風を待つ、発売を待つ風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず、青い海にちょっと仲良くやめとこうダフィオンさん、ハートありがとうございます。イエー、
まえちゃんルームです。そう、ぜひぜひ行ってみてください。くまーくま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 、まえちゃんのまったりルーム、あ、まったりまったりがいるらしい。まえちゃんのまったりルームです。ぜひ。ゆかちゃんこんちは、こんちは。2年も待ってないから行くか。そう来なくっちゃ。そう来なくっちゃ。やっほー、1万人いたらプレゼント、やったやった、楽しみに待ってます。頑張るぞ。フォロワーさん増えますように。フォローよろしくお願いします。声好きや、好きやですか。うれぴー、ラルクさんハートありがとう。ヨシタルさんみかんありがとう。ヨシタルみかんありがとう。ともみさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんか暑くない？この辺暑いな。暖房停止。これはすごい増えてる。それなそれな。これさ、あの1回あったじゃん、なんかさ1回さ、めっちゃめっちゃ1日100人とか200人とか増えてさ、なんか後から減った事件あるじゃないですか。ショールームのフォロワーが、覚えてますか？なんか一回あったよね。あのまたあのパターンだったらどうしようと思って、だって増えすぎじゃない、なんか。いやー、ほんとこれまあ現実だとは思うんですけど、すごい、もうなんかバンバン増えてないですか。うれぴーな、な、あの一回減ったことあったよね。アリサは100人ぐらいしか、まあ上下はなかったんですけど、そう100人ぐらいしか減らなかったんですけど、そう、ちょっと前にあったよね。もしそれだったらどうしようと思って。イエーイ、8888人おめでとうとか言ったのに、一気に3000人とかさ減ったらさ、まだ5000人だったんかいみたいな。ちょっとショックがでかくない？13人とか、確かにね、増えてなかったのに毎日増え続けるけんみたいな。ね、怖くない？なんか怖。もしそれだったらどうしようと思って。まあそれも、まあそれもあるかもしれんって思っとる感じで、まあやっていきます。やっていきます。うん、イエイ。まあそうなるかもしれんって、まあ予測しておいて、そう、フォロワーさんもっともっと増やせるように頑張ります。イエーイイエイイエイイエイ。ユスタルさんタコありがとう、タコありがとう。あー、わかる、台北でしょ、ラインに来たで、台北わかるよ、そりゃわかるわかる。わかるべー。エアコンつけてるのか。そう、暖房つけてないぞ。嘘、寒くない？生きてますか？3人増えた、嘘。いつの間に増えることあっても、減ることはない。そう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 、フォロワーはね、あ、でも、あれ？あ、そうよね、今のところないよね。そう、前は減ることもあってたんですけど、そうなんだよね。久しぶりに戻ってない、ありちゃんの部屋だ。嘘、イエイ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 。ピンとアイアリサ。ピンと合ってるアリサ。大木ってこと。みーちゅみーちゅ天才なのに。台北わかるよ、生きてる方。はるたさんやっほー、スクショ頑張るわ、イエーイ、よろよろよろ。じゃあこのありさの好きなあかりんさんグッズで、イエーイイエーイ。スクショできた。テストやばいから、ゴンさんファイトー。ちょっと待って、ちょっとやばいことあった。これ応援するときに使えるね。なんかこう応援するときにここ横に立っとるじゃん、いつも。フレーフレーゴーンさん、フレーフレーゴーンさん、頑張れー、フレーフレー私、フレーフレー私、できないことなんてないよ、だって私だもん、 Hey I can do it っていうね。
演歌を思い出してください。見つかった顔で喜ぶより減る方するさ、だって怖くない。そう、本当にもし減ったらどうしようってことをね、まあ頭の片隅に置いときながら喜びます。イエーイ。そう、7777人イエーイってなったら、急にもう気づいたら8000人を超えてて、わーってなって。そうなんです。テンションが上がったからスクショタイム、イエーイイエーイ。弁当のおかず何作ろうか。だよ、弁当のおかずか、あれだよ、あのおにぎりにおにぎりにミートボールとか入れとったら一石二鳥じゃない。ご飯も食べれるし、おかずももう入っとるしみたいな、すぐ作れるよ。おにぎりに卵焼きとか、おにぎりにタコさんウインナーとか、どう？どう？おすすめ料理。へい。てっちゃんみかんありがとうございます。みかぽんじゅう、前からあと1年待ってない。そう、そんなこと言われちゃうと。ありんかボタンもらってきました。おお、ななパンダさんありがとう、さすが早い。この旗は分からないんですけど、あのそこにね、あのたくさん生写真をねいただいておりまして、自分のじゃないよ。自分じゃなくて、あのあかりんさんのね、吉田あかりさんの生写真をねたくさんいただいてまして、そっから選抜したね生写真をねここに貼ってるんですけど、全部は貼り切れなくて、そういっぱいいっぱいもらってるのでね、選抜したやつをここに貼ってるんですけど、そこにここに画鋲をかけてポーンとやったらね、飾れるんですよ。そう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 、ここにね画鋲がここにあるとしたら、ここの穴にね画鋲でホンと刺したらね、くっついたんです。くっついたというか、まあかけれたんですよ。そうだから、そうやって飾ってました。そうだ、ここ使いたいんですけどさ、ここをどうやってうまく使えないんだよね。そう、なんかに挟むとここが重いけピューンってこうなる。どうやってここ使うんでしょう、ここがうまく使えない。そう、あかりんさんコーナーあるよ、そこに見せたいけど。シークレットにしとこうっと。イエーイ。ズーミーさん、ピザさん、メロンメロン、メロンメロン、ミカポンジュール、みかんありがとう。ミカポンジュールさんみかんやからわかるけど、メロメロンもみかんって面白いな。メロンも作ってほしいね、ギフト。いつかメロンもギフトに。イエーイ。初見です。生年月日一緒です。運命や。ナーミさんありがとう。ベスティーホテイト広島県出身、9月2日生まれ。14歳ありちゃんことみなしありさです。あ、そうだ、生年月日が一緒ってことは同い年か。イエイ。中2。よかったら右上のハートをしてルームフォローよろぴくです。ナーミちゃんイエーイ、同い年の9月2日生まれ、イエーイ、嬉しい。お祝いにチーズタルト食べてる間に8000超えた。そうなんですよ、そうそうそう。つらみざわー、ティーナカンカンもみかんありがとう。球技運動苦手。うん、もちろん。もちろん、もう球技と言わずに、もう全般、運動全般無理です。無理っすわ、ほんまに。本当にダメだわ、運動全般ができない。どうしよう、足も遅いし蹴るのも遅いし、キャッチもできんしみたいな。もう何にもできん、本当に。どうしましょう、縄跳びもできんのよね、縄跳びもできん。鉄棒もできんし、そう、マット運動はできるかもしれない。マット運動ぐらいだったらできる。マット運動ぐらいかな。耳か。耳。じゃじゃーん。生写真選抜です。こちら、結構ね、ドアップ目の写真が多い。
そう、この全体の全身生写真よりも結構ドアップ目の顔だけとかの生写真の方が多いですね。顔だけがやっぱりそう、顔がね、あの大きく写ってる方がね好きです。ナゲットの仲間ないで笑った笑った、それな笑った。あ、そうそうそう、あのゆかちゃんとね、あかりんさんのや、あの総選挙のねポスター貼ってたんですけどね、あれは一旦ね、そう、一旦気分転換と言いますか、そう、一旦模様替えでねこちらにしました。可愛い皿を見つけたので紙皿、そう、こちらをね貼ってレトロ風にしてみました。レトロ風アバターゲットしてきた。おー、タガリーヌさんもありがとう、今日も可愛い、ありがとう、ウレピーケン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 、今のエステの写真、選びずれん、どういうこと、選びずれんな、今のエステの写真一人と言われたら選べんのやですけど、でもやっぱり福ちゃん福ちゃんがやっぱり好きです。福ちゃんと、でもちろんあーちゃんもね、まあもちろん感謝してますよ、いつもメールとかねツイッターとかに載せてくださっても感謝ですあーちゃんもだし、で今はかのんちゃんがねすごい好きなんですよそう、マイハがね、あーちゃん気到来みたいな言ってたじゃないですか、なんかそんなこと言ってたやん。そうだから、あ、マイハはもうあーちゃんばっかり言ってるなと思って、うっしっしーと思ってそう、今かのんちゃんが好きですね。かのんちゃんも好きだしそう、選べんわ選べんわでもスタジオはみんな好きです、スタジオ全般は好きスタジオ好きだよ。あ、マイキューも好き、マイキューめっちゃ好きだよマイキュー面白すぎる。ドゥルドゥルドゥドゥ、あ、一輪車全然話が違うんですけど、一輪車も練習したことあるんですよ。何プレだったっけな、 何かのプレゼントで、そう、一輪車をねもらったんよ、サンタか誕生日か、まあその2つぐらいしかないと思うんですけどプレゼントそう、サンタか誕生日かで一輪車をもらって、で練習したんですよ。一時期こうなんか公園のさ、グラウンド、広いグラウンドとかで練習してたんですよ、一輪車。それで結構乗れるようになったんですよ。だけどもう、そう、結構乗れるようになってからもうやめたから、もう多分乗れ、もう感覚をね、このバランス感覚がね失われてさそう、ダメだと思う。妹でオーナーはやってたやん。あ、そう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 、あのさ、イモースでオーナーはやってたやつあるじゃん、あれさ、アリサも学校でオーナー大会とかあるんですけど、ああいうパターンは初めてだった。みんな一列に並んでこう飛ぶのはやったことない、あんなの、あんな大変なことあの八の字飛びがあるじゃん、一人ずつ八の字、一人ずつ斜めに飛んでこう回るみたいな、はい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 みたいなあるじゃん、八の字飛び、あれは得意よ、あれはできるあれはできるけど、みんなで一斉に何回も飛ぶのはやったことないあれはきついわ、あれはきついっすわ、坂道は無理だわ白組飛べなさすぎだった、それな縄全然見えんもん、真ん中の人とかあれは怖いわ、エイトだけに八の字飛びサンタか誕生日か、竹馬無理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 竹馬無理だわ。クエスチョン、そう、マイハはそう、カノンちゃん、カノンちゃん、カノンちゃんだったのに、今あーちゃんって言おるじゃないですか、そう、あーちゃん時代が来たらしくて、そうあーちゃんあーちゃんって言ってるからね、そう、カノンちゃん枠が空いたわけですよ今そう、だからカノンちゃんが好きですよ、好きだよ、イエ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 イ、あずさも好きです、もちろん
あずさは好きを超えとる。あずさはもう好きを超えてるわ。そう、推しメンって言ってくれてるからな。うれぴー。でもね、高校生、中学生までだって、なんか言えた。そう、高校生、アリサが高校生になったら、その高校生になって中学生メンバーがいたら、でその子が可愛かったら、その子に推し変するらしい。チーン。高校生になったらもう、そう、押されなくなる。あーちゃんから。そう、悲しい。あーちゃんロリコンだからな。ロリコン好きだから。そう、だからあと2年あと2年でも2年間はアリサ推しらしい。そう、高校生になるまではずっとアリサ推しで、高校生になってしまったら、そう、推し変か推しがおらんくなるかなって。悲しいです。一緒だな。おい。おい、高校生のアリサもよろしくお願いします。高校生のアリサも末永くよろしくお願いします。後ろの写真はこちらですか。こちらは吉田あかり様です。 NMB48 吉田あかりさんです。イエーイ。妹を見ててかっこいいすぎた。それな、それは分かりみが強い。そう、妹のあーちゃんはかっこよすぎ、もう分かりみが強いです。さすがスポーツ少女。用意どう見てますか。用意どう、瀬戸セブンの用意どう見てますか。それであーちゃんがね、得意の、あーちゃんが一番得意のバレエやってたんですけど、用意どんでマジかっこよかったよ。はいはいはい。そう、ほんまにかっこよすぎだわ。来月またプレゼントか、嬉しい。アシタルさん待ってます。イエーイ、ありがとう。A の違いマジか。ててあかりん、中学生浪人かいね。あ、東京、そうか。もう混んで、あ、そこ、あ、へい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 、パメパメ。早く、邪魔。急いで。遅い。尊い、ありがとう。早く閉めて。なんで閉めんのや、この野郎。この野郎。よいしょ。チャラーニでした。チャラーニがメガネを取りに来た。そう、いつも閉めないんですよ、扉を。扉もこう、あとこんぐらい、あとちょんってやったら閉まるのに、あとこんぐらいをね、残してからね、去るんですよ。ほんまにどうなっとるんだ。ね、どうなっとんや。また来た。優しくするより、キスをして。チャラーニさんでした。大好きなのに肩少しで、はい、優しくするよりキスをしる。ふう、黙ってくるね。喋られたらもう終わりだよ。喋られたら終わりだ。マンジー、なんだそれ。マジ。嘘でしょ。黄色い帽子ならありますけど。そう、なんか黄色い帽子ってさ、幼稚園児のイメージあるじゃん。でもアリサの小学校は黄色い帽子かぶって行ってたよ、毎日。偉くない。1年生の時はまあ入ってかぶるじゃん。でもさ、高学になっていくとさ、だんだんさ、きついじゃないですか。黄色い帽子小6とか小5とか小4ぐらいからもうきついじゃん。そうだけど、アリサはもうかぶってたよ、ずっと。偉いでしょ。偉いでしょ。黄色い帽子やってたよ、
よね、紐、そう、ここに紐がついてて、でも男子は紐がないから飛んでくっていう。そう、声似てないよ。声に乗ったら怖いでしょ。こんばんは、今14です、14です。黄色い帽子の時前髪下げてた。下げてた。下げてました。今は黄色い帽子はあるよ。そう、黄色い帽子はあるよ。でもここに学校のマークがついとるけどね。そう、そこはなんかワッペンで隠してからかぶろうかな。そう、黄色い帽子、ここに学校の校章かいね。校章、校章って言わんか、小学校は何やったっけ、スタンプみたいな、ここに使っ、もうこんでってたばん、ここえい、バイバイ、閉めろってば、こんにゃろー。邪魔者が入った。幼稚園児こそ、幼稚園児はもう親子の時だけにして。親子の幼稚園こそはもう喜んできます。可愛くない、だってあれ、あれ可愛いよね。でも売ってあるさ、スモックみたいなあるじゃん、あれは好きでないわ。エプロンみたいな、締めない兄です。声聞こえるでしょ。恥ずかしい、カバン。心配性なわけないでしょ。そう、超カマチョですよ、超絶カマチョだよ、よよよ。すぐ何しようんって聞いてくる。そう、なんでもええやんと。そう、普通にショールームあって、メールをポンポンポンって送ってたら、今何しようんって。なんでもええだろうみたいなね、こっちからしたら。私優しくするよりキスをして、大好きなのに。ここはアリノン、ここはミユミユ4人で、やだ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 、私は大人だよよ。中身は大人だよよよ。お小遣いいっぱいあげたい。ぜひ妹になりましょうか。だだだ、あなたのか、私はあなたの妹に。語呂がわかった。なれますか、ずうずうしい質問ですが答えてほしい、あれから。見た目は子供、中身は大人、その名も美容師ありさ。メール送っとんじゃない、そう言います。じゃあ何のメールって、誰に送ったのみたいな、誰でもいいだろみたいな。そう、多分メールって、メールって言うけ、そう、 LINE のことだと思ったんですよ。そうだから、誰に送ったのって言われますね。早速何しようやめろ。ナイション、なんかね、メモさんも言ってくるんですよ。そ、今日何したんみたいな。そう、レッスンから帰ってきたら、今日何したん、いや、レッスンでしょみたいな。レッスンしに行ったのにさ、帰ってきたら何したんみたいな、レッスンでしょ今日はみたいな。そう、なんで聞くみたいなね。この世の中の嫌いな言葉は何しようんですね。何しよう、今日何したの、何しようの、嫌いよ。そう、いちいち答えるのがめんどくさい。それが反抗期っていうもんだ。ですね。妹と口利きか、マジか。何しようって聞いてあげてください、ぜひ。何しよう、レッスンでしょ。レッスンでしょ。何しようるん、あきた。同じことやないか。こんばんは。何しよん、何しよん、何しよん。
聞いてあーとか言われたら立ち直れない確かにおもろい。釣り遊びしてたから確認ですね失礼は今日何したの。今日は今日は学校に行って明日よろしくの端末を預けに行きました。マリナ様へ大谷マリナ様へ明日よろしくの端末を預けましたです。オーガさんやっほー。オーガさん久しぶりな気がする。やっほー。サードシングル何でしょう。やだ最悪だ最悪だ聞かれる前に逆に聞いたら確かに何しようたんみたいな何しようたん。そしたら仕事よで言われるそうだね。いやこっちもレッスンよみたいな思わん絶対何しようって聞いて今日何したって言ったら「いや仕事よ仕事しかないでしょ」みたいに言われるじゃん。ただであっちから何しようって聞いて「いやレッスンでしょこっちもレッスンに行ったんですから」みたいな思わん、うん、レッスンで何しようって聞かれても「いやダンスでしょダンスでしょダンスとダンスを踊ってこうやって首をこうやってこういうダンスをやってさあこれはそれに決まっとる。何してたか聞かれた。生きてたとか、ね、確かに確かにね。それいいかも。呼吸してたとかねそれが一番ナイス、あベストアンサーですベストアンサー。渋谷渚さんと太田優里さんと白尾美さんが可愛いよね。何の把握確かにそれは分かります。プラス一番可愛いのは吉田あかりさんです何しとうと。あ確かに博多弁は可愛いです。あとか博多弁は可愛い。これから少量では何しようたんで可愛いだけいやまあでもそれはちゃんと答えますよ。何しようたんショールームショールーム。マリナちゃん妙養老にアリちゃんをリクエストでまた戻ってくるかい戻ってくるかい。反抗期あコッコちゃんの話だ。あなるほどね。チャラーニはコッコちゃん推しなんですよそうコッコちゃん推しなんですよ今。そう報告しておきますとそうでもねカホちゃんも可愛いって言ってますそうコウコちゃん推しでカホちゃんにも推し変しそうな感じですね。クインテッド公演行くけどあいそう行きまへん行きまへん中二全開じゃねえか。中二病中二病ではないでしょ。中二病が何かわからん。まさにというかそう中二病が何かわからん。このやつ大谷さんの一番可愛いのアリスじゃない。おおベストアンサーベストアンサー。今更ですがスチューのやつ見ました。ありがとう。どうでしたか。もうあれアリサが司会の激辛料理も放送されましたか。わーおわお、いっちゃんかわいいのはアリサ。おお、それもベストアンサーナイス回答。料理対決料理対決。コウコちゃん話しやすい。確かにね、なんか似とるんですよわかりますか。コウコちゃんのさあのツンデレな感じとあのノリノリなあのリズムのいいあの話をするじゃないですか。わかりますか。それとこうあのチャラーニがあのめちゃくちゃチャラくてそうあの変なことしか言わない感じがねなんか似てるんですよ似てるわ。いいでん。トッシー、はじめまして、トッシー、19歳、おお、よろしくお願いします。はじめまして、アリッサー。アリッサー、14歳、よろしくお願いします。イェーイ。よかったら右上のハートを押してルームフォロー、よろぴくお願いします。
たらピク料理できますよ。え、料理さ、でき、料理ってさ、やってみればできる気がするんですよね。わかります？そう、もう家で、あ、家で今日作ろうとは思わんけど、そう、家でも作ろうとは思わんよ。だってもう母親がいますから、もう作る担当がいますからさ、そう、まあ作ろう、今日作ろう、作ってみようとは思わんけど、いざ作れって言われたらもう作れるよ。野菜切って炒めて、ほぼそれじゃない？切って炒めて、切って焼いて、なんか味付けして、盛り付けして完成みたいな、ほぼ基本それよ。切って、切れたらよし、焼けたらよし、火加減よし、味付けよしみたいなで、見た目よし、それなら完璧みたいなね、感じのとこあるじゃん。あるじゃないですか。フリル早いって言ったら本人で教えたら喜んでた。嘘、嬉しい、嬉しい、嬉しいかな、嬉しい、ありがとう。本当のことだよ。家で作らんとお金つけ。いや、今日の休みとか作ります。休み、夏休みとかね、夏休みとか冬休みとかね、それで料理配信みたいなやりますよ。得意料理はやっぱ広島県民なんで、お好み焼きは得意だよ。お好み焼きなんかもう民でもできる、もうみたいな、もう焼いて焼いて、これが具材ここでみたいな。民でもできる。34人増えたフォロワー、怖い。どこに34人もおったんやろ、初見さんが。霊媒師、霊媒師、霊媒師、霊媒師。味付けするときはベール食品のタレで。確か味付けは濃い派なんですよね。濃い派、濃い派ですからね。そう、食べてもらう人のお口に合うかは分からんけど。お菓子配置がおじら、お菓子。あれはね、もうお菓子製品を作ってくださった方に感謝です。ありさのね、ショールームでやることをね、考えてくださった方と、あと見つけた、そのお菓子を見つけた自分に感謝です。感謝です。ピンクの赤かぼい、ありがとう。ひっくり返せるよ、そんな簡単よ。もう掴んでほいって、掴んでほいよ。そう、もしもう具材がビャーンで飛び散ったら、もう修正すればいい。こうってキュッ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 って入れて、皮をめくってホイって、皮をめくってホイって差し込めば完璧。お好み焼きは修正の効く食べ物です。えい。うどん、あ、うどん、うどんは簡単じゃない？もう出汁があって、出汁を先に入れとくじゃん。でうどん麺を茹でて、だしの中に麺もお湯も入れます。でネギとか入れて、揚げ玉入れて、エビ天とか入れて、完成。うどん簡単よ、うどん簡単、うどん簡単。チーズタッカルビもできますからね、アリサは。言っときますが、そう言っときますが、今流行りのチーズタッカルビもなんと作れます。でアリサのパパはですね、チーズドッグも作れますよ。そう、イエーイ、チーズドッグ作っていただいたことがあります。まああんまり伸びんかったけど。途切れたけどね、ちょびっとで、うーん、プチプチンみたいな。まあ途中で切れましたが、チーズドッグ作りたい、今度配信で。そう、春休み、もうすぐ春休みなのでね、まあまだまだだけどさ。春休みチーズドッグ作ろうかな。鉄板焼きでバイトしてた。いいね、鉄板焼き。鉄板焼きって何回ね。鉄板、なぜ急にフォロワーが、え、それな、ちょっと怖いですよね、ちょっと恐怖みたいな。嬉しいけどほんまかいなみたいなね、感じのとこありますが。瀬戸ビンゴで一回、いや違う、あれはほんまに聞いてほしい。あれはもう言い訳なんですけど、愛媛流が
愛媛流だったんですね、あれ。愛媛県でね、と愛媛県のお好み焼き屋さんで、そう、広島県ではあの1回だけしかひっくり返さないんですよ。わかりますか？そう、ここに下に生地引くじゃん、それであのおかずとか乗せるじゃん。で、あの広島はその生地が下にあって、おかずが野菜がいっぱい乗っとったのをひょんってひっくり返して、生地を一番上にして終わりなんですよ。そう、まさに広島は1回しかひっくり返さないんですけど、いやなぜか、いやどういうことだったかわからないんですけど、そう、まずのんちゃんがひっくり返したでしょ。のんちゃんがひっくり返したけ生地が上に来たじゃん。それでギュージューって焼くじゃん。そしたらなんか次ありさんもひっくり返すみたいになって、え、嘘でしょみたいな、えひっくり返すの1回じゃないんですかみたいな感じになって、まあつべこべ言えずひっくり返せみたいになって、これ絶対無理だろうなと思って、ほいってひっくり返したらああいう感じになったんですよ。そう、想像してください。まず生地が下です。生地が下でキャベツがあります。これをひっくり返したら、あの生地が上に来るけ、あのうまくいくじゃないですか。でもこれをひっくり返せって言われたら具材があるじゃん、で生地があるじゃん。これをひっくり返したら具材がビョーンってここで飛ぶに決まったんじゃん。思わない思わない、そりゃ失敗するやろみたいなね。絶対それは狙った、絶対またディレクターさんかいね、ディレクターさんが狙ったわい。そう、こっちがお好み焼き得意みたいなこと言ったけ、じゃあ見せてもらおうかみたいな。絶対失敗することをやらせたんや、絶対そうだ。絶対そうだ。くっそー、こんばんは。マリーナから電話、また戻ってくるパターン面白いね。面白くていい。徳川はあれですよね、あの関西風のお好み焼きが楽しめるお店ですよ。一回だけ行ったことあるんですよ、徳川。また行きたい。また行きたいよ。こんばんは。卵も入れ忘れちゃダメです。肉玉そばはもう3条件、お肉と卵とそばは絶対で、お好みでチーズとかイカ天とかお餅とかですねを入れたら最高に美味しいです。イエイ。台本破った時と同じ流れやってください。ひどい。コメ使いました、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。にゃんにゃんさんだ。にゃんにゃん、ありがとう。そう、お好み焼きありちゃん開いてもいいですよ。開いてもいいですよ。一日何百枚もはいってひっくり返しますよ。お好み焼き屋になろうかな、将来はお好み焼き屋。とってもいいわけだ。いいわけでしょ。テレビではインパクト。確かに。まあね。何が起こったんでしたっけ、なんかね、エビが入ってたんですよ、具材の中に。そのエビがどっか飛んでったんですよ。ピョン。そのエビがどっか飛んでったんだよね。ほいほいほい。関西風、食べたことありますよ、徳川。お好み焼きなら徳川でみたいな、お料理たくさんいいなにちゃちゃちゃみたいな、東洋観光グループみたいなやつあるじゃん。徳川行ったことあるよ、一回。実家でお好み焼き食べるとき納豆も入れてたの。初めて聞いた、お好み焼き納豆。なるほど。そばかすまだ練習してるんだよね、話せて嬉しかった。練習してますよ。練習しております。そう、今自分の課題曲をね、あの決めたんですよ。でそれをね、それとスタジオ公演でソロで回ってくるであろうあの曲を練習してます。そうです、お好み焼きありちゃんに転職、就職、ぜひ
アルバイト員募集中キャベツとか買い出しに行ってくれるアルバイト員募集中募集中です。うん、固まってないとひっくり返し、そうなんですよ。東洋観光グループか、それだ選挙の公約、1日限定お好み焼きありちゃんやったら、あああいいね、確かにいい案だ。歌って踊れるお好み焼き屋さんもう歌はいいよ、そうお好み焼き屋さんする時代の人になっとったら牡蠣か、かでもお好み焼きに牡蠣が入ってるの食べたことないかも。美味しそうやけどね。友達たく、あ、作り、ま、友達たくさん作りましょうか。そうか、それだ、さすが妹子の料理の第3弾は、あーあれか滝のレストラン、あれか、でん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 、雑誌やら大事な仕事ですよ。あとキャベツを千切りにする人、千切りは難しい、あのめんどくさいやんキャベツホイ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 千切りにしてもう準備万端にしとく人と、買いに行く人とあと注文を受ける人、もし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 注文は何ですかみたいな感じでね、電話で注文を受ける人3人ぐらいかなマリナがサキちゃんを指名してたんですが、サキちゃんの話つぼってきた面白い。あ、マリナもう電話したんですか。もうってアリさんもこんぐらいに電話したか。そうやったそうなんです、マリナはサキちゃんにね、さっきサキちゃんって呼んだことないわさっきにね目回してですね、そうスタジオ面でねうまく回ればいいなっていうあれですあれです、うっしっし。この料理配信、そうだね、春休みが来るので、春休みってでもそう言うて長くないよね。春休みって何時間2時間は、春休みって何日ぐらいだったっけな。だだ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 だ、星3つです、おありがとうございます、星3つ。カホちゃんが千切りし、あ、してたね、カホちゃんが、カホちゃんにしようかな、千切り役キャベツ千切り役カホちゃん。形をしたお好み焼き、アリサアリサ焼き、はいアリサ焼き、はい、お明日楽しみだ明日は菅原咲ちゃん、ディナーはさすがになかったさすがになかったな、電話切られて怒ってたよさっき面白いね、休みすぎたら、あ確かに。でもさ、春は休みたくない、あの新学期新しく、はい次3年中3になりますみたいな感じで行くじゃん、だからその準備がいるケースはまあ5週間ぐらい欲しいよねあでもそうか、なんかあれじゃなかったっけ、なんだっけ、春休みはいつも通りで、あれよね、ゴールデンウィークかいね、今年はゴールデンウィークが10連休ぐらいでしたっけ、ゴールデンウィークが長いんよね今年、イエーイ、ゴールデンウィークが楽しみたーい、うん、170時間ぐらいやね計算でき、何日や審査員がハルルンをしてただけだえ、そうでしたっけ、それ何のやつだったっけ、頑張りますだったっけ、頑張りますの対決だったっけ。吉太郎さんアイスありがとう、なにー、ゴールデンウィーク10よね、10連休、そうエイトくんがいます、まゆみんちゃん、やっ10連休ウェーイイエーイ、やったぜ10連休何しよう、10連休全部夢の国で過ごしてもいいけど
だ。キューレンキュー。テテタンテテタンティネテテ。はい、向きま。今単語が出てしまった。テテタンテテタンティネテテ。はい。タタ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 タ。ふい。トトコトコトントコトコトン。ふい。握手会が始まる。あ、そっか。でもさ、幕張？幕張ってどこ？幕張は千葉県よね。幕張だったらさ、いけるくない？幕張。幕張、幕張。もう、前、2日前ぐらいからもう東京に入出し、入国して、東京、千葉県に入国して、で、そう、2日間たっぷり遊んだ後に、握手会っていうのもね、夢の夢、また夢のまた夢の話です。パスポートがいるのか。そっか、幕張は夢の国が近い。あ、近いんだ。ひょい、俺の誕生日あるからよろしく頼むよ。おめでとう。じゃあちっちゃいケーキでも用意しとくね。イエーイ。あ、そっか、人が多いのは嫌いだ。人が少ない時っていつなんでしょうね。やっぱ寒い時だよね。寒いのにさ、外で寒い乗り物に乗りたくないよね。貸し切ろう。いいねいいねいいね。でもあの USJ に行ったことがないんですよ。夢の国は小3ぐらいの時に、あの誕生日の時に、そう、小3の誕生日の時の3日間ぐらい、誕生日の前日、誕生日その後みたいな3日間ぐらい、あの学校ずる休みして行ったことはある。てへへてへへ。誕生日に行ったらいいことあるんですよ。そうそう、誕生日に行ったらね、特別ないいことがあるよみたいな感じでね、言われたのでね、誕生日の3日間ずる休みして行った覚えはありますね。小3よ、小3だからまあ大丈夫大丈夫。はい、暑い時ならば、あ、確かに確かに。広島です。そう、おお、みちほちゃんも広島、イエイ。おそろっちおそろっち。実習修学旅行、そう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 、修学旅行は勝手にやってきただけです。小3で去年。なんでやねんなんでやねんなんでやねん。 USJ 派、 USJ 派か、じゃあ夢の国派だったらどっち派ですか。でもバタービールかいね、飲んでみたいな。なんでありゃ、どういうことや、バタービール。気になる。百味ビーンズかいね、あれは絶対いらん。百味ビーンズは絶対いらん。ボビーさん、タコありがとう。タコ USJ 派です。お、夢の国。おー、パックリ。 USJ 行ったことない。一緒だ一緒だ。どんなんなんでしょう、どう違うんかな。USJ 入ったことない関西人か、そうか、関西人で、そうなんや。もったいない。あ、ミニオン、あ、そうか、ミニオンがおるけんね、 USJ。 ミニオン、ミニオン、パペパみたいな。バナナが好きなんやろ、ミニオン。あ、スヌーピー、あー、スヌーピー、スヌーピー。 USJ 地球って感じ、地球。夢の国はもう夢って感じ。宇宙って感じなんかな。絶叫系乗れるかどうかは別として好きですよ。そう、やっての乗りたいとは思う。そう、別にめっちゃ嫌いで乗りたくない人ではないよ。超チャレンジ精神豊富ですから。そう、テレ
でもね、言っとくけど、ワシューザンハイランドのね、ジェットコースターもね、怖いですよ。舐めたらあかん、舐めたらあかん。そう、夏休みに行ったんですけど、そう、普通に遊びで、そう、普通にバンジージャンプ飛んだ時の、あの、瀬戸ライクでバンジー飛んだ時は、マジでバンジーだけだったんですよ。そう、ジェットコースターも乗らせてくださいって言ったのに、マジでバンジーしか乗れなくて。明日どこだ。トロ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 ロトトトトトトトロトロ、はい、トト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 ト、おー、アイババさん見つけた。アイババさん、こんにちは。昨日の明日よろしくを拝見してきました。ありがとうございます。初見です。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい。すいません、発見が遅くなってしまい、発掘しました。 ST48 広島県出身14歳、アリちゃんことミニオシャリサです。イエーイ。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。アイババさん、ありがとう。イエーイ、イエーイ、ありがとう。ありがとうございます。イエーイ。タコがありがとう。ボビーさん、タコありがとう。ゴーカートあります。そう、ありますよ。広島の交通公園だったっけな。そんな感じのところでゴーカート乗ったことある。バン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 ジーバンジーバンジーバンジー。ワシューザンハイランド本当に怖いですよ。あ、スタンディングコースターね。スタンディングは普通に前向きに進んでくれるんですけど、立ってるんですよ。こうやって、そう、ミニ椅子みたいな超ちっちゃい椅子がついてるんですけど、立つんですよ。立ったまんま360度回転、わみたいな。そう、360度回転するんですけど、それを立ってやるっていうね、怖すぎでしょ。そう、一瞬浮くもん。自分がどっかに行く。この世から消え去る。一瞬ね、もう無重力状態、怖すぎ。あとスタンディングコースターか、時間によってあのバックなんとかコースターになるんですよ。後ろ向きで、ずっと後ろ向きでね、進むっていう。後ろ向きで360度やったら、もういつ来るかわからんしさ、360度回るところが、そう、いつ来るかわからんし、そう、今どこにおるんかもわからん。そう、ほんまに怖いよ。ちょっとダッフィーとシェリーメイドのぬいぐるみ持ち歩いてる。いいね、かわいい。アリさんも持ってるんですよ。そう、その1回だけ、人生において1回だけ行った時に、でっかいのと、そう、でっかいダッフィーと、ここに下げる、首から下げるちっちゃいポーチとリュックを買って帰った。どんだけ好きなんや。ほんまに、キャラクターはダッフィー&シェリー・メイが好きだな、一番。可愛くない？でも最近出たステラルーちゃんと友達の、何でしたっけ、あの猫。猫何だったっけ、ジェラトーニか。ジェラトーニも可愛いよね。友達さんでしょ。お友達可愛い。早速フォローさせていただきました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。嬉しい。明日よろしく。どうでしたか、楽しかったですか。明日よろしく。台本破っちゃったんですけど。まあそんなこともあるさ。サイモンさん、ハートありがとう。後ろ向き意外と怖くない。怖いよ。あ、確かに立っとった方が怖い記憶はないな、もう。もう記憶はない、怖すぎて忘れた。鶏の唐揚げできた。いいな、食べたい。食べたい。フライングダイナソー乗ってみたらいいよ。どんなやつ？行ってみて。もう絶叫系最近やってないけさ。そう、ほんまに。感覚を忘れたよね。感覚を忘れたよな。こんばんは、こんばんは。こんばんは。
台本使えます。そう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 、明日よろしく の、 あのアカウントが入ってるスマホ携帯があるんですけど、ショールームだけ本当にそう開いたらびっくり、ショールームしか入ってない携帯があるんですけどそう開いたらショールーム の、 あのアプリしか入ってない携帯があって、 そ、 うそれでそれで一緒に台本も入ってるんですよ。そう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 台本も携帯も使い回し。ユニバ行ったことない、ない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 。ちょっと待ってよ。どこだ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 、直樹さん直樹さん直樹さんいらっしゃいますか直樹さんはじめまして、初見さんありがとうございます。ST の MV を見てきました、ありがとうございます。 ST48 広島県出身の三浦梨沙です、ありがとうございます。見てくださってよかったらルームフォローよろしくお願いします。イエーイ、ルームフォローよろしく、イエーイ。だん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 、しんしん丸さんみかんありがとうございます、みかん、イエーイさあ MV 見てきてくださった直樹さんありがとう、ありがとう、よかったらルームフォローお願いします。相談待つ、いや、アリサは奥本さんから回ってきたんですけど、そうでもあれやない、多分違うやつだと思う、なんか絶対違うよ、だってさひなのが持っとったのに、ひなのが持っとったの1日で届くはずがないじゃん各グループにあるんじゃないですか、そう端末、端末なねそう1個の端末をさ、グループで回してたら間に合わんくない、 ST がやって次 AKB さんに渡しましたってのはもう瀬戸内から新幹線乗って携帯が絶対無理よ、絶対各グループに1個ずつありそうじゃない、8260人入ってる、8260人、早くないですか早ー、あと600人、600人ぐらいでも目標達成とか、あと1週間もしたら目標達成しそうじゃない、なんか勢い的に怖っ、怖い怖いよ。明日はさっき、そうさっきラルクさんバラありがとう、ボビーさんハートありがとうございます、イエーイでもまあ確かに、確かに初見さんはたくさんね来てくれたが、初見さんはたくさん来てくれたが、次の公約考えてない、考えてないどうしようどうしよう、個別握手に参加するにはどうしたらいいんですか、ダン、あ参加するにはよかったら ST48 キャラありで、キャラありで検索していただいたら ST48 の劇場版申し込みフォームっていうのがね出てきますので、よかったらそちらをチェックしてください、よろしくお願いします。アイボーボさんよかったらセカンドシングル個別握手会再販中なのでお待ちしてます、待ってます、イエーイ待ってます、初見ですよ、マンカントラップ、マンカントラップさんありがとうございます。 ST48 広島県出身14歳、ありちゃんことみなしありさです、よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします、イエーイ。ボイトレ CD あれを超える公約が全然ないんですけど、何がいいですか皆さん、
もし8888人、次の目標を達成したらやるっていう公約、何がいいですか？何がいいかな。何希望とかありますか？希望これこういうの希望みたいな。ファイ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 、あれがおりやすい。それな、なんかそれ1万人ぐらいとかでやればよかったなって思いはある。でも7777人も結構過酷でしたよね。なかなかいかんかったのに。なんか最近はどんじゃんじゃん増える。どうしよう怖くないですか？少し変わった卵焼きを作りたいな。あーなるほど、少し変わった卵焼き、あれは卵焼きと一緒にご飯を巻くみたいな卵を一回広げて、でそこにご飯を細長く入れて、なんか卵の恵方巻きみたいなよくない？卵焼きとご飯合うもんだって思わん？塩派だからさ、卵焼きが塩派、そう甘い派じゃなくて塩辛い派が好きだからさ、そうご飯とめっちゃ合う。ご飯のお供に卵焼きを一気に味わえるっていうどうですか？さっさとけど映像公開、あーでもある、探したらあるかもしれん昔のあのこの歌が音声だけだったっけ、映像を探してみようかな。お兄さんは何歳だ ?2? かな。あかりんさんとこうこちゃんと同じですそう同じです。22かなですね。早速申し込んでみます。ありがとう相葉馬さん、嬉しい。待ってます、待ってます。恵方巻き戦闘わかる、美味しそうでしょ卵の恵方巻きだよ。甘いの苦手、おお一緒だ。アリサもそう、なんかよくお弁当とかで届くやつに入ってる卵焼きは甘いんですよ。そう甘いのはちょっと苦手ちょっと苦手ですね。卵焼きはやっぱりしっかり塩が塩味のしょっぱい系の卵焼きが好きで、しょっぱくまで、梅干しまでぐらいまでしょっぱくなったらじゃダメですけど、そうでも塩は塩系の方が好き、砂糖系より、甘い系よりは塩系。ノート公開でいいじゃん。あでもそんないいこと書いてないですよ。ただなんか汚い字で感想とか書いてるだけ、なんかイベントとかなんかのイベントとかがあったたんびに書いてるだけですよ。そう昔ねそうほいほい、パパ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 パ、赤い範囲の愛を語る、なんで好きになったんか、あーあーで今から話しそうになったけど大丈夫そう今から話しそうになっちゃったよ。よかったよ、キャッチフレーズやっていただけませんか。いいですよ。それではキャッチフレーズを一度いきます。このよかったらこのカッコの部分をコール&レスポンスしてくださったら嬉しいです。いきます。アリちゃん推しになるのはアリサゴ出航。はい、ありがとうございます。中学2年生アリちゃんことミニオシアリサです。よろしくお願いします。イエイっていうキャッチフレーズです。よかったら相棒さん覚えてください。イエーイ、アリーと出航を言っていただけたらね、完璧になってます完璧です。イエーイ、細胞さんかわいい、ありがとうございます。イエーイ、唐揚げいいな、うまし、揚げたてはうまいよな。うまい、福ちゃんの勉強ノートがすごかった。イエーイ、福ちゃんは天才だよ、福ちゃんは天才だよ、本当に本当に
本当にね、青春楽しんだ方がいいよってね教えてくれました本当に学校は大切みたいなね本当に教えてくれたよ。イエイイエイイエイ、イケメンすぎてきてきた、それは面白い。終わっちゃうのかな、よかった、終わらないですよ、あと30分あります。オレンジで言うと終わる空気だと思って今試しにやっただけですよ、試しに。寝てるとない、無理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 だよ。やりたいけどね、それは今日の夢で見た、夢で見ました握手会場じゃなかったけどね、握手会場じゃなくてあかりーさんのお家のベッドで、一緒にシングルベッドだよ、そうあかりーさんだけ用のシングルベッドなのに、なぜかありさんもおって、でそう寝てたっていう夢は見た夢で終わりですよ、そんな現実にならないよ。仕事終わった、お疲れ様です。エネルギーさん新曲聴きました、もちろんもちろん聴きました、床の間星座娘パンパンパン、ほいほいほい、リカリカ、おーマジか、クルルンがうちに来る夢は見たことある、あーくるみちゃん、クルルン夢に赤にさん出ますよ終わる感じけ、終わらんでー、終わらんでー終わらんでー終わらんでー、めっちゅうさん、めっちゅうさんめっちゅうさんこんばんは、やっほー、ふーちゃんの夢見たの、ありさやないんかいありさやないんかい、ガチのえやっぱりガチなんかな、めっちゅうさんめっちゅさんどこ、あ元気そうだよ、本当はめっちゅさん、やっほー、めっちゅさんどんだけ面白い名前なんですか、みっちゅじゃなくてめっちゅさんかめっちゅさん、ごめんなさい、出航終わらないですよ、すすすすすす、出てこんのよマジか、愛が足りんのやなアリサへの愛が足りてないんだ、もう少しよろしくお願いしますもう少し、夢は見たことないやマジかチーン、まあ夢じゃなくて現実で会いたいしねっていう急な、なんだ開始はどうですか、出航してから帰港してます、帰港お帰りです、料理対決終わったからためにね、料理対決面白いのに終わっちゃった、終わっちゃった今滑ったわ、一度だけ見たことあります、正夢、正しい夢、なんて言うんですかなるかさんバラありがとう、嘘、フォロワーさんそんな増えてるの今、ガチそんなにフォロワー増えちゃって、テンション爆雨爆雨爆上げ、まさ夢、まさ夢って何、あれちゃん読みたくない、まあ、見んでいいわどういう夢を見るんですか、逆にさ夢ただ立っていただけだった、いやだったアリサが立つだけ悲しい、それはそれで悲しいな、いい波乗ってんね今日のあなたも、いい波乗ってんね財布の中身もいい波乗ってんね、現実になった夢は、あ、そういうこと、
え、なんかそういう時ありますよね。まさゆめ、まさゆめって言うんだ。なんかさ、あら、なんかここ初めて来たはずなのになんか見たことあるみたいな思ったことない？それもそれで怖いけどさ、そう、なんかここ初めて来たのに見たことある雰囲気、あの景色だなみたいな、そしたら夢で見てたとかね、あるよね、怖ーみたいな。あるくない？わお、わお、わお、夢で見たこと、現実で起こることあるよね。それがまさにそれか、デジャビュー、デジャビュー、みたいな、桜の木、デジャビュー、デジャビューか、デジャビューか、デジャビュー、デジャビュー、みたいな、桜の木、切な悲しく遠く秋元先生、おしゃれな言葉が好きなんですね。デジャブデジャブとか歌詞に出てくるなんて、そんな言葉がデジャブそれな、あかりんさんがよく合ってるデジャブ、デジャブ、このアイラインすごい、あの書きやすいですよデジャブ、あ、デジャブ、あれのマスカラだ、有名なのはデジャブマスカラ塗るつけまつげデジャブみたいな、桜の日、なんか会ったことあるような、あー確かに、サメに食われる夢見たから、やばサメはやばいな、見た目はおじさん、心は乙女それはウケるわ。こんばんは、お、クリちゃんこんばんは、桜餅ちゃんもこんばんは、やっほー、ありがとう、こんばんは。デジャビュー、カール&ボリュームマスカラみたいなね、デジャビュー、デジャビュー、はい、仕事終わった、お疲れです、あ、1万人イエイ、ありがとうございます、イエイデジャビューポーズ、確かにデジャビュー、デジャビュー、みたいな、桜の木、デジャビポーズです。これがよかったら、じゃん、よかったら ST48 セカンドシングル個別握手会、ただいま再販中なんですけど、じゃじゃーん、この大阪と広島でね、ここの大阪と広島で鑑賞区が出まして、ツーショット写真会があるのでね、よかったらデジャビポーズ一緒にしませんかデジャビュー、デジャブポーズで写真撮れるチャンスです。よかったら遊びに来てください、待ってます。半分ほーほえむのとこ嬉しいな、アリサの歌いわけやないか半分ほーほえむたたたたた、隠れて見てます、仕事中のアリサンソーさん、ありがとうございます、ファイト、ファイトです。土曜日の発表めっちゃ嬉しかった、来てくれるんですか、桜餅ちゃん、ありがとうございます。土曜日ね、な、謎に謎に見直しアリサが入ってるんですけど、本当にどうしようどうしようどうしよう、でもフードフェスティバルということで美味しい食べ物があるなら行きます行きます、あーちゃんと地方と3人で頑張ります、頑張ります、頑張ります。どうして峰押しありさがね、そう入れてもらえたのかは謎ですが、頑張ります嬉しいです、頑張ります。デジャブー、デジャブー、食いしん坊だから選ばれたのかな、フード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 といえばおーいおーい、かき鍋、恵方巻きもある、いいね、いい波だってね、いい波だってね、課外活動行こうと思ったらだいぶ前に買った NMB さんの握手会とか慌てて、あ、誰行くんですか NMB さん明日の1時の申し込みはすべて終了、あ、そうなんだ、明日の1時で本当に再販も何もかもが終わってしまいます。セカンドシングル、皆さんピンチです皆さん、アリサとの
もう思い残すブーというか思い残すところはありませんか？あとでここも取ればよかったと思っても遅いですよ。明日の1時までに皆さんよかったらシティフォーテッドキャラにで検索していただいて個別握手会お待ちしてます。イエーイ。何もかも感謝枠はね、ツーショット写真と生写真サイン会があります。イエーイ。生写真、あ、生写真じゃなく間違えた、サイン会です、ただのなんで生写真がついたんやろ。サイン会です、サイン会があります、来てね。思い残す日、そして思い残す部数、そして思い残すレーンはありませんか？生写真それな、どっから来たやろ。個別の初握手は、おー、アリサよろしくお願いします。さくらもちちゃん行こうかな、ぜひ。待ってます、待ってます、待ってます、個別を待ってます。写メあるよ、写メ、写メ会あります。写メ会2日間ありますので、ぜひぜひ来れる日があればお待ちしてます。今行かなければ絶対後悔。それな、そこのあなた、そこのあなたそこのあなた、アリサレーン、今行かなくていつ行くんですか心に語りかけないでっていうやつあるよね教えて、トライさんのやつ魂だけあるありがとうございます、嬉しい。ラーメン食べて何ラ食べたんですか？イエーイ。おじさんでも優しくしてくれますか？もちろんもちろんよろしくお願いします。ニートたけしさんニートたけしか、ただ噛んだ。ニートたけしさん、よかったら家から一歩出てみませんかよろしくお願いします。大阪は始業式だから行くからね、よろしくお願いします。にゃんたさん、通常と写メ会よろしゅー、よろしゅー、よろしゅー。サイモンさん、あなたはありがとう。かおちゃんに言うたり、あいちゃんレイ行くからねもう宣言 OK？ おらじも行ってほしいって言って、おんじ？おんじ？おんじも行ってほしいって言ってますよ。待ってます、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 待ってます。10万申し込みさん、ありがとうございます、ありがとう。何してた？噛みました。お、握手会ぜひ、女の子も待ってます、待ってます、アイボバちゃん待ってます、イエイ待ってます。初見じゃない、イヤホンさん、こんにちは。里沢さん、ハートありがとう。中二のアリと会えるのは今だけですか？そうですねそうですね、もう3月までとなっております。そう、今の中二の峰吉アリさんに会えるのは3月までとなってます。期間限定期間限定の中二。12秒、はい、テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする、今始まる、はいはいはい。唇に触れたのは懐かしいな2月の大阪、あいにく待ってます。ゆういちろうさん、待ってろ、待ってるぞ。思い残す推しの年齢はどういうことですか？どういうことやねん。ツーショット写真、ツーショット
ットとサインと握手と楽しみが待ってる。来月よろしく。ヨロマシュヨロマシュ、マイハに本命叫ばれたから、あ、本名か、本名本名叫ばれるそれはやばいな。オッケーオッケー、待ってます。12枚、やばいなぴったりだけど、もうすぐ中3です。そう、中3、そう、劇場はこの春、今年の春、来、え、今年よね、今年の春できる予定ですそう、今年の春 ST48GO っていうね、船が初めての、そう、 AKB グループ初めての劇場戦がねできる予定です。イエーイ。ゆらちゃん、ありちゃんのこと、ありちゃんさんって呼んでないよ。ゆらちゃんは、ゆらちゃんから呼ばれたらちょっとドキッとするそう、ドキッとするよ。何があったかと思うよ。ゆらちゃんは、なんて呼んでる、ありこって呼んでますね。ありさがゆらこって呼んでるからゆらこって呼んでるから、ありこですね。ありこって呼ばれてます。でも、そらはちゃんとかマイキューとかはアリちゃんさんって言いますねなんか忙しくない？ちゃんも言ってさんも言ったらなんか忙しいけど面白いよね、アリちゃんさんって面白くない？アリコ、アリコ呼びでもいいっすよニックネームアリコにしてもいいけど、アリコこと忙しいな。アリちゃんさん面白いよね。アリちゃんさんは面白いだってさ、人からさん付けで呼ばれたことないじゃん。だって小学生はさ、先輩とかないじゃんそう、だからさ、さん付けで呼ばれたことないのにさ、そう、中学生になってもさ、そう、今の1年生とかに名前呼ばれたりすることはないしさそう、名前じゃなくて、お、 ST のこういう人やみたいに言われるけどさそう、名前呼びはないけさ、もうアリちゃんさんは違和感だよねもう慣れたけどねアリちゃんさん今度ぞいいよ、アリちゃんさんかアリコか。小学生の時のニックネームはミネさんですミネさんって呼ばれてました。ミネヨシアリサ、略してミネさんどう、どれでもいいよ。コウスケコウ、コウスケコウスケコウコウショウスケコウ、ショウスケコウ、ショ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 ウスケコウコスケコウ、あ、いいねいいね。アリヨシ呼びいいですよ。なんかね、呼ばれることはある、有吉、あ、違う、瀬戸内めぐりで呼ばれたんだ、有吉さんってそう、瀬戸内めぐりの握手会の時に有吉さんって呼ばれて、そう、みゆみゆが爆笑してたそう、全部握手会終わった後に一番何が印象に残っとるって有吉さんって呼ばれとったことでしょうね言っててね、めっちゃ爆笑だった。有吉さんでも OK、アリコでもオッケー。ありよしさん面白いね。ありちゃんが一番しっくりくる。うお、嬉しい。嬉しい。イエイ。イエーイ。みねさん。みねさん。みねさん、みねさん、みねよしパイセン。パイセン。サッシーパイセンチェッチェッチェみたいなあるよね。なんだっけ、サッシーパイセン、サッシーパイセン、サッシーパイセンなんとかみたいなあったくない？なんだっけ、なんで見たんだっけ、それ忘れたな。シンゲパイセンもあるよね、村重さん。シンゲパイセン、シンゲパイセン、シンゲパイセン、なっちゃっちゃ忘れたな。あ、そう、松岡花さんのやつだ。そうそうそう、コントコント、サッシーパイセン、サッシーパイセン、サッシ
ーパイセンチャッチャッ、ええなんてしか思い浮かばん。なんだっけ、漢字だからそれな、これな、あだ名何がダメなの、別にな、なんでもいいよ。あだ名、あだ名なんでもオッケー、なんでもオッケー、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 アリオヒさんいつも可愛いの、ありがとうございます。あかりんさん、あこアリリン、アリリン。あ、なんかさ、あのゲーム友達コレクションとかでやった、友達コレクションとかのさ 3DS でやってた時にさ、自分のニックネームアリリンにしたことある。それ思い出すわ、おもろいアリリン。おもろ、しっくりこんで、全然しっくりこくない。思い出した、そう、友達コレクションとかでさ、自分のキャラクター作るじゃん、その時の名前あだ名とかアリリンにした。誰やねんほんまに、トモコです。それなおきけおきゃまるさしーぱいせんさしーぱいせん。アリリンって昔 NMB さんに言った、そうなんだ。そうなんだ、しっくりこんとか言ったらいけんやん。あかりんでいていいんじゃない。あかりんさん、今日からアリリン作り。そりゃ面白い。マシューさん、花束ありがとう。アリリンの女子力動画スタートです。ポン。けんちゃんもみかんありがとうございます。みかんみかんかんかかんみかんかんかかん、寿司、お寿司、え、寿司力お化け、寿司力ミネッチいいね、ミルピー、ミルピー、アリピープロデューサーやないでー、なーでー、今日からアリリンと呼び出します。あ、よろしくお願いします。恥ずかしいな、よろしくお願いします。みねさんと呼んでいいよ、みなさんがしっくり、一番しっくりきたやつでどうぞ。みねみね、いいね、ミニミニみたいな。よしたるさん、だるまありがとう、ありがとうございます。アンダーソン、岡山楽しかった、ありがとう。あやさん、フードフェスティバル待ってます、ありがとうございます、嬉しい。トゥ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 。ボビーさん、花束ありがとう。もうすぐ時間ですよ。53分じゃないですか。また来たよ、お疲れ。アリリンってアイドルっぽい、確かに。確かに。アリちゃんこと、みよしアリサです。お願いします。イエーイ。それではマリナ、まだ読み終わり、よろしくしてるんですか、2時間マリナ。さすが、さすがマリナさん。それではキャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサ号出航。はい、ありがとうございます。中学2年生ありちゃんことみねおしありさです。よろしくお願いします。イエーイイエーイ。出航ありがとうございます。続きましてスペシャルギフト読みます。よしたるさん、ボビーさんよしたるさん、マシューさん、佐藤さん、みゃんこ先生、さえもんちゃん、ティーダカンカン、ラルコさん、ボビーさん、チャッピー、シンシンマルさん、スランプくん、ズーミー、ピッツァや。ピザさん、メロメロメロン、違う、メロメロン、メロメロン、ありがとう。ミカポンデュールさん、ティーダカンカンさん、てっちゃん、よしたるん、ズーミン、ズーミン、
羽田さん、メロメロン、ユシタルさん、ミカポンジュール、ラルクさん、タフィオン、タフィオンさん、ありがとうございます。白玉さん、清弘さん、みゃんこ先生、タイガー、タクルさん、清弘さん、福岡のゼロさん、ありがとうございます。イエイです。そしてランキングいきます。13位ひでじろうさん、12位よしわんさん、11位ティーダカンカン、10位ボビーさん、9位チャッピーさん、8位タカリーヌさん、7位てっちゃん、6位ひとりごとさん、5位ひでさん、4位よっきゅん、3位金魚ちゃん、2位てっちゃん、あれ変わりました、ランキング変更13位ひでじろうさん、12位よしわんさん、11位ティーダカンカン、10位チャッピーさん、9位ボビーさん、8位タカリーヌさん、7位ひとりごとさん、6位ひでさん、5位よっきゅん、4位金魚ちゃん、3位ひこたぞよさん、2位てっちゃん、1位は、てん、よしたるさんです。ありがとうございました。イエーイイエーイ、ありがとうございました。イエーイ、あざまる子、あざまる子です。パチパチパチ、ありがとうございました。では今気づいたんですけど、今日テロップなしじゃん気づいてましたか皆さん、今日テロップ入れてないわ、すまんすまん。いい音、イエーイ、いい音、テロップなしやないか今日こんばんは、ひなこさん、ありがとう。それでは告知です。告知いらん、え、まあいらんか、まあない日があってもいいよねない日があっても、じゃーん、告知です。じゃん、ST48 セカンドシングル風を待つのが2月13日に発売されますが、その個別握手会がただいま再販中です。ポンポン、こちら個別握手会ただいま再販中、よろしくお願いですイエーイ、よろしくお願いします。それが明日の13時までで完全締め切りとなっております。はい、明日の13日じゃない、明日の1時になりますと、もう本当に本当に最後の受付になっております。泣いても笑っても最後になりますなので、じゃじゃん、よかったら2月16日土曜日の大阪と2月23日の土曜日の広島は感謝枠が出ております。感謝枠は何するかと言いますと、生写真、生写真じゃないわツーショット写真会とサイン会がありますので、そう、おすすめです。とてもとてもおすすめです。感謝枠の方もね追加できるので、皆さんたくさんツーショット撮りに来たり、サインをシャッシャカシャッシャカサイン練習したんですよ。そう、最近ねサインを可愛く書く方法をね練習してね、バッチリマスターしましたので、サインを練習した成果をサインをもらいに来てくださいそう、バッチリ練習したんですよ、可愛く書けるように。と、あと東京の関東らへんの皆さんは3月10日が一番おすすめです。こちらよかったら来てください。詳しくは ST48 キャラアニで検索です。イエーイイエ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 イまた名前出しですよかったら ST48 キャラアニで検索してください。明日の1時までよろしくお願いします。イエーイ。風を待とうこの岬でもう少しでですね、よろしくお願いします。以上、告知でした間に合った、あ、うーこさんありがとう、おつぽんです、おつぽん買い増ししよう、よろしくお願いします。あと今週の土曜日はフードフェスティバル来てね。おやすみねおしでした、バイバーイ、おやすみねおしバイバーイ、キャラに待ってます握手待ってます。あと5秒尺が